コンクルージョン。これがね、ヨーロスバージョンのフロントを見るアクティブターゲットっていうビジョンです。これ回して分かると、これで前を見ます。斜めになってる、はい。これが岸のバンクっていうか、バンクですね。はい。これずっとバンクです。動いてる魚ですね。その映り方だと、何、バスだったり。これね、群れてるヘラだと思いますね。あはい。これが一番経営者に近いとして気象ですね。はい。これも嫌ですよ、これも。これレンジ、水深をね、ちょっと変えてやればもうちょっと綺麗に映ると思うので、はい、ダウンレンジを、ローランスでもいよいよこの進行方向の先をそれだけ精細に映せる。そうですね、これほらペアリングしてるの分かるじゃないですか。2匹の魚がチラ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 とペアリングでしょ、完全に、まあ、時期的に行って、はい、オスがいてそのそばにメスもいるよみたいなのが今映っちゃってるっていう。そうですね、すごいですね。これエーディングセンサーが出てるけど、これちょっと今ずれてます、はい、なぜなら GPS がまだちゃんとセットしてないから、はい、まあこんなデータを今日はちょっと使いながら、はい、深いところにこれ 12m で漏れてるけど、これこそ何か気になりますねうわこの魚は今のはこうやっても先に先に映ったのを、まあ、シューティングしていくみたいな、そういう。っていうよりも、魚単体がいることが分かるっていうのは大きいですよね。これはね、垂直に見ればはっきりくっきり映ってるけど、はい、こうやってボケていくのは遠くにこうなっていくから、はい、であって、ものすごい距離映ってますよ、これ。15メートル。でも、ちゃんと、切り映るし。ほら、ちょっと、もう前にしてみたら、かなり。ここで踏んだ時に一緒に映るのは、これ多分、違うと思うんですよね。はい。これ今映ってるのは桟橋。はい。ね、この下これは何でしょう。ワカサギかなんか。エレキについてるそのユニットも見ましたけど、はい、比較的全体的にはコンパクトですね。もっと大掛かりなのかと思ったら、まあでもね、振動性も大きいですよ。平べったくて大きい、これぐらいの、はい、まあ携帯電話の3倍ぐらいの大きさのものなんですけど、はいはい、それをまあそれに振動性が3面ついてて、はい、でまあビームを3つ連発して、はい、くっつけて作ってるんですけど、構造的には医療で使うエコーってわかります？はい。まあ、お子さんのいる方は、昔赤ちゃんを見るときに使ったと思うんですけども、うん、はい、あのエコーと同じシステムです。うん、水中エコーでこう見てる。はい。まあ、前が見えることのメリットっていうのは、うん、まあ、落としていくれば、はい、これを映すことができるから、はい、まあ、その、ボトムを取ってるっていうのもわかるし、はい、あとは、立ち木とか、あとは、そうですね、狙っているストラクチャーの高さ、はい、これが分かりやすいかな。で、高さが分かるとどういうところでできるかっていうと、はい、ダウンショットのリーダーの長さとか、そういったのを調節してルアーを見せるのか隠すとか、はい、そういったこともできるんじゃないかなと。実際この間の川口湖のクラシックなんかでは、はい、優勝の、野村プロは、はい、ダウンショットの長さを、はい、ストラクチャーの高さに合わせてって言ってたんですけど、まあ、こういう装置がないとやりづらい話ですよね。まあ、そういった魚探です。はい、まあ、今日はこれを、これ1個しか付いてないんですよ、はい、魚探は、はい。ちょっとこれを駆使して、はい、釣ってみたいと思います。よろしくお願いします。これ、ぶっちゃけガーミンより映ってるの？小森さんずっとガーミン使われてて、今回アクティブに乗り換えってことですよね。そうです。で、今見てる感じはもう
謙遜ないというか、まあもう使いやすいぐらいの雰囲気の移り方。うん、こっちの勝ち。ほら、ほら。これはこっちの勝ちだろう。その遠くを精細に移してるっていう感触がですか。はい。全然こっちの勝ちでしょ。すっげえベイトがいますよ、ここ近郊。何これ。これベイトですよね。この世の中ってこんなベイトフィッシュいました？お、なんかいるでしょ。なんかここら辺動きありますね。本当だ。羽生さんに電話じゃないか。何これ、何これ、何これ。何がいるのこれ。ヘラ？ヘラだな、これは。これをヘラが大量に見ましたね。いや、これね、アクティブターゲットの話しますね。はい。これね、魚探は12ボルトなんですけど、はい、ユニットは24ボルトでもいけるんですよ。はい。で、これ24ボルトで使ってるんですけど、24ボルトで使うとすっげえ遠くまで映りますね。これ、いいよ、すごく。いや、もしこの前を見る魚探が欲しいんだったら、このアクティブターゲットちょっとおすすめですね。今ね、こうこの 15m 前方に一番浅いところの切り株があります。はい。で、この切り株を叩く。これで切り株。まあ、理想で言うならば、エレキが止まる軌道の止まるエレキの方が、はい、釣りがしやすいと思うんですけど、はい、まあ、レントルボットにその自動のエレキをつけるのは、僕はあんまりお勧めしてないんで、はい、まあ、ローランスのエレキはレントルボット用にマイルドに動くように設定できるんですけど、はい、まあ、重たいじゃないですか、はい。重たいっていうことが全てですよね。なので、お勧めしてないけど、止めて使うんだったらこれ最高ですよ。今ほらスタンプにちゃんとルアーが入って引っかかったの。15メーター、およそ15メーター先のスタンプを手前から特定して、それに落としていってるっていう、そういう作業になるんですね。ですね。あ、そっか。別にエレキ踏まなくてもヘッドの向きをウィーンってそっちに向けとけば、あの今小森さんが向いてる向きの15メーター先が、そうですよ、映し出せちゃって、出せちゃってます。あ、そういうことなんですね。これを映すための専用のあのローテーターっていうのもあるんですけどね。サードパーティーでくる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 ってやつですね。今エレキの本体につけてるから、まあ、エレキの向きをそっちに向けることによって、そうです、前方の景色が見える。こっちのあの今で言うと駆け上がりがあって、はい。これね、正直今ね、僕エレキにつけてますけど、はい、エレキにつけないでなんかくるくるみたいなのやっぱつけた方が絶対に使いやすいかなと。あ、はい。こう釣りしながら手でこうやって巻き替えるとすっげえやりやすいんじゃないかなと思ってますね。まあエレキはどうしてもその風に立てたりする関係で、はい、ちょっと一回そこから目切れますからね。そうですね、はい、どうしてもあとまあ僕も癖なんですけど、エレキに足をかけるとどうしてもスイッチを押しちゃうから、はい、動いちゃうじゃないですか、はい、だからやりづらいと思うんですけど、だいたい今その小森さんのユニットでどんぐらい考えとけば、金額、はい、アクティブターゲットは多分ね30万弱だったかな、それぐらいだと思いますね。で、モニターはそれ従来の、モニターが従来なんですけど、これ新しくアクティブターゲットが使えるモニターって、はい、いくつかあって、はい、トランスのエリートの FS っていうやつ、はい、これが9と12ができたかな、はい、あと、ローランスの、HDS ライブ、はい、この2機種が使えます、はい、でライブの方がちょっと高いですね、はい、でライブが高いんで、はい、この A と FS っていうやつがちょっと廉価版で出たんですけど、はい、これがかなり高機能なんですよ、はい、でインターネットもそれに、インターネットっていう黄色いスタインで刺すんですけど、はい、それ以外の、従来の、NAEA2000 も刺せるし、はい、だから、まあ、いろいろつなげれるなと、正直、前の HDS と何ら遜色なく使える、この
エリートの FS ってやつは結構おすすめです。従来からローランス好きで使ってた人には本当朗報ですね。そうですね、今までどうしてもやっぱガーミンのあの機能が使いたいからって乗り換えてた人とかもいると思うんですけど、はい、ローランスユーザーがもうそのまんまそのアクティブターゲットってその使い方ができるようになるっていうのは本当画期的なニュースなんだな、ね、はい、まあ、従来のローランスユーザーが エリとかダイブを使ってるけどですね、前のS3とかだったらダメですよ、確かに。前のって言ってもそんなに古くもないですけどね、まだ現地力も、まあ、機能を追加するためにどうしても CPU に負担がかかるから、うん、ある程度大きい CPU のものになっちゃうのは仕方がないですよね、うん、まあ、パソコンと一緒ですね。そうですね、考え方的には、まあだから前までは写真の処理だけでよかったから、うん、CPU もグラフィックもこんなもんだったのが、うん、動画編集までしなきゃいけなくなるとこんだけの CPU が必要って言われてると一緒ですよね、はいはいはい、そういう話です、うん、まあなので、まあ買い替えようと思った方とかはちょうどいいんじゃないかと思います、はいはい、僕も今日これ初おろしなので、はい、正直、まあ、機能は使い方分かってるけどまだ細かいそのヘディングセンサーとか、はい、そういったセッティング何もしてないんですよね、はい、ただ今単純に前が見えてるというだけなんですけど、初見の映り方としてはもうバッチリ、もう全然100点満点でしょこれ。やっぱりこういうものって噂だけが先行して、うん、いやアクティブターゲットの方がいいよとか、うん、ライブスコープと綺麗だよとか、うん、この後出るやつの方がいいよとか、ね、うん、いろんな話が出るんですけど、実際その CM で使われてる映像と実際に映るとかって水質とか、はい、のセッティングとかもあるからあんまりこう同じではないんですよ、はい、正直プロモーション用って一番いい映像を使いますからね。そうですね、だから実際手にしてみないとどんなものかわからないんですけど、このアクティブターゲットに関しては手にして使ってる感じをはっきり言うと、はい、もう思った以上に良かったなと、うん、ここからさらにセッティングを煮詰めて、そうですね、まあ、実際前方レンジって25m なんですよ、うん、僕が見るのは、はい、まあ、20m、はい、アクティブターゲットにあとライブスコープに関しては18m で見てるんですよ。あ、はい、なぜならフルキャストで大体人って 20m 飛ばないぐらいなんですね、はいはい、フルキャストの位置に先を置いとくと、はい、映ったところまでの距離感がつかみやすいじゃないですか、はい、で届かないところは結局映ってもしょうがないんだからっていう感覚でやってるんですよね。この使い方結構、まあ、内緒なんですけど、はいはいはい、今肝出ちゃいましたね、はい、でそこで映した感じはこっちの方が映りが綺麗、まあ比較はしちゃダメですけどね。次の八坂ダムがエレキフィールドだから、はい、そこら辺でその今研究してるやつが頂点に達してないといけないわけです、ね、そうなんですけど今研究しててこれがもう次は実践に本番ですからね。ですよね、はい、もう試合機に組まなきゃいけないわけだから、はい、しかし寒い寒いですね。もうシェイクしてるんだから震えてるのか分からないです。それが新しい技ですねいやおかしいな、太陽出てきてるちょっと寒いですね。ちょっと完全にこれ完全防備に着替えて出直したいですね。はい、いいですよ。ズボンの下はないぞ